皆さんおはようございます。ブレイツルです。テルナリです。なんか最近今ちょっとこちらでバーガーキングにやってきているわけなんですけども、何やらビッグ丸々割になるものを今この店ではご用意しているらしく、今ビッグキングっていう新商品に対する割引らしいですね。ビッグって名の付くものを持ってったらなんか370円に値引きしてくれるっていうお話を聞きました。がね、試してみるしかないでしょう。ということで、もういろいろ用意させていただきました。まずは、明治の超ビッグプリン。そして、ビッグカツ。これはもう、誰かやってるみたいですね。そして、カルビービッグバックポテトチップス。そして最後に、メタルギアソリッド5ファントムペイン。もうね、絵柄がビッグボスですからね。というわけで、この4つを持って、本当に、そうですね、値引きしてくれるのかっていうのを試してみることにしましょう。はい、では、レッツゴー。はい、こんにちは。はい、お持ち帰りで。はい。ありがとうございます。こちらタレの新商品を買いました。はい。今度ビッグキング 4.0 っていうのを。こちらは4つ。はい、4つで。はい。単品でよろしいですか。あ、そうです。単品で。ビッグって名前の付くものを持ってったら。はい、そうですね。はい、心臓だったり、勧めできるものがあれば。わかりました。ちょっと4つほど持ってきたんですけども。はい。まずは、超ビッグ。こちらを1つ目ですね。あとは、ビッグカツ。そしてビッグバッグです、ね。あとなんですけども、これってありですか？そう、ビッグボス。ビッグボスですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。はい、結果はいけました。なんとね、メタルギアソリッド5のビッグボスでも余裕でいけるみたいですね。いやー、面白いですね、これ。こういった形で、インサイドルミナス代に、こういった小ネタも、ね、中の人が紹介していくといったことを試してみたいなと思っております。では、また。